電気自動車に改造したスポーツカーが日本一周の旅に出発しました。急速充電設備が普及拡大していることをアピールします。電気自動車は排ガスを一切出さず、加速性能が優れている一方で、一度の充電で走れる距離が短いことが弱点です。東京を出発した電気スポーツカーは、ショッピングセンターなどに設置された急速充電器を利用しながら、およそ2ヶ月かけて日本を一周する予定です。新しい実証実験によってですね、ああいうユーモラスで可愛い車がですね、皆さんにこう安心感とかを与えて、もう大丈夫なんだっていうね、ことを伝えてもらえれば。電気自動車の急速充電器については、経済産業省が2020年までに200万機以上設置する方針を示しているほか、トヨタなど自動車メーカー4社も共同で設置支援に乗り出すことにしています。